はい、こんにちは。バックガンジュ裸の太です。先日、学校登山、7月の22、23日で、近所の中学校の学校登山の、お手伝いをしてまいりました。サポートですね、サポート隊として、バックカントリーマウンテンクラブの方で、僕が隊長として、あと全員です4名のメンバーで、学校登山のサポート隊として、活動をしてきました。バックカントリーマウンテンクラブというクラブは以前、何年ぐらい前かな、5年ぐらい前か5、6年前に、一度発足をして、その後普通に山岳会という形で運営をしてきたんですけども、ですね、最初はですね、皆さん会員が最終的には30人ぐらいっていう感じで落ち着いて、最初は入った当時というか発足した当時から、入会された方は初めはやっぱり初心者的なところから入られて、登山教室をに参加されたりとか受けられて、その修了された方とか、そういう方を対象にクラブ、その後にこうコミュニティを作ろうと思って登山クラブを作ったんですけども、だんだんとですね、そのクラブのクラブ員たちの活動がどんどんこう3年4年って経つ間に、みんなベテランになっていって、自分たちでもこう活動っていうのもだんだんこうなんていうかな、いろんなこうバリエーションが出てきたりとかしてきたもんで、今度は今これから登山をこれから始めたいとかっていう、登山教室を受けられている方たちを、そこにですね、そのクラブのみんなと活動するにはちょっとこう差が開いてしまって、活動自体がですね、もうちょっとこうレベルが違ってしまっているので、去年ぐらいからですかね、去年ぐらいからちょっとこう新しく今スクールにこう入られて、その教室を受講されている方たちが入るにはちょっとふさわしくないクラブというか、それはその今のクラブ員というか、その当時のクラブ員の人たちのレベルが上がっているので、それはそれでいいことなんですけども、そこにまた初心者的にこう投入していくと、またちょっと活動とこう格差ができてしまっている感じで、1年ぐらいこうクラブには入れれないような状況だったもので、とりあえずその今までのクラブ、5年ぐらい前に発足したバックカントリーマウンテンクラブを、独立したクラブに、していただいて、僕はそのクラブから抜けて新しく、また、登山教室から、クラブへっていうコミュニティを、作った、そんなクラブがあるんですけども、今のところはまだ発足したばかりで、今会員が4人5人ですね、5人の会員、僕も含めて5人のクラブ員ということで、とりあえずその、学校登山のサポート隊っていうのは初の活動ということで参加させていただいたんですけども、学校登山はですね、このバックカントリー穂高がある穂高町は旧安住郡、南安住郡の穂高町という町で、その穂高町の、中学校ということで、歴史は古い、僕が生まれる前からの、ある学校で、登山学校、学校登山もその50年ぐらい前からも、つばころ岳に登るということで登られていたということで、非常に歴史のある、行事というか、そういうものに参加できて非常にこうありがたい、いろいろいい経験をさせていただいたんですけども、ただ登られる中学生は、中学校1年生なんですけども、1年生はつい4月、この間の4月まで小学生だった中学生ですね、まだまだ子供な中学1年生の子供たちが、つばくろ岳に初登山をすると、基本的には結構最近ファミリー登山っていうのも流行っていて、その中には何人かはご両親とつばくろ岳に登った経験があるという子供たちもいたんですけども、ほとんどの子供たちは初めての本格的な登山ということで、いきなりつばくろ岳というような、それまでにトレーニングとかもしてはいるんですけども、
いきなり登山ということで、そのサポートという感じで、一応登山っていうものを、の経験があったりとか、ガイド的な、僕もガイド資格を持っていて、ガイド業もやっていたので、一応ガイド的な役割もあり、まあ、天候の判断とかいろんなものをその団体で動く、中で の, こうペース配分だとか、そういうものを、まあ、活かして、サポートしてきたんですけども、基本的には143人生徒さんがいて、あと先生とお医者さんがお一人で、先生が15人ぐらいいたかな。で、サポート隊、僕たちのメンバーで、あ、15人先生いなかったかな、10人ぐらいだったと思いますね。で、サポート隊も全部入れて15人ぐらい、で160人ぐらいのパーティーという感じで歩いたんですけども、どうしても僕は先頭で歩くペースを作りながら、登山隊長は京都先生で、隊長と一緒に、まあ、ペースを作りながら先頭僕は歩くという役割で歩いていたんですけども、どうしても150、60人っていう団体になると、もう後ろの方っていうのは全く先頭から見えないようなパーティーで、その間に、まあ、1学年に、先生たち引率の、サポート隊のメンバーが、手分けをして前と後ろっていうのでこう挟んでですね、生徒挟んで、一応こう進んでいくと、登っていくというような感じで進んだんですが、どうしても先頭は同じペースで歩いていても、中盤から、後半の方で歩いていてもですね、例えば急登があって登山道にはですね平らなところがまた出てきて、また急登があってっていうところで、必ず急登で少し、スピードっていうかペースは遅くなって、でまた平らになった時にちょっとこう速くなってしまったりとかする、このスピードがですね、一定のスピードで歩いていてもそういうこうスピードのこの強弱っていうのはどうしてもできてしまうと。で、先頭は本当に同じペースで歩いてても、途中の人たちとか後ろの方になると、もうかなりこの強弱っていうのはどうしてもできてしまう、蛇腹のような動きがこうくっついたり離れたりっていうところができてしまうと、後ろに行けば行くほど辛いんですよ。急登を登って疲れて平らなとこ行ったら前に人がいないから追いつかなきゃって、そこでまた急いで、でまた急登が出てきてっていうような。実は先頭は急登を登ったらちょっとこう体を休めながら平らなところをゆっくり歩いて、また急登が来る、ところまでなるべくこう呼吸を整えたりとかして、ゆっくり歩いて、でまた急登に登っていくとっていうような感じで歩いていても、後ろの方はどうしてもそれが逆に急登を登って平らに出たら前の人が見えなくなったから追いつかなきゃって、また急いでっていう休まる時間っていうのがなくなってしまうと。で、同じペースで歩いてるんだけど、どうしてもこう置いていかれたら困るんでっていうことで、急いで急いでって歩いてる間にどん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 こう疲労っていうのが出てきたりとか、バテてきたりとかってことにつながってしまうと。それはもう途中で途中の中間の人たちも同じ一定のペースで歩けば多少離れても同じペースで歩いてればまた追いついてっていうようなことが自然に起こるんですけども、それが分からないとどうしても追いかけてしまうと。そうするとまたこう詰まって止まって、後ろの人はまた止まって、で前を歩き出したらまた離れてしまってとかっていうことで、こう蛇腹みたいな感じで後ろが大変ということで、まあいろいろそういうことも経験しながら、来年の課題っていうのを僕なりにいろいろ考えたんですけども、まあ、それも学校登山のサポートもですね、今年初めてということで、まあ、事前説明会っていうところをまず最初は協力を依頼されて、そこはモンベルの店長さんと一緒にこう行って説明をしてきたんですけども、実際の登山っていうところでの、その事前説明会も実際にこう歩く時のペースとかそういうところの説明とかはできなくて、とりあえずこんなものが必要でこういうのに気をつけてくださいねっていう説明会だけだったもんで、その後のトレーニングっていうのも学校さんではやってるみたいで、そういうところも次はちょっとこう参加させていただいて、歩くペースとか先生も含めてペース取りだとか、歩く時のこのポイントだとか、疲労しない歩き方とか、そういうのをもうちょっとこう子どもたちに事前に教えてから登りたいなと。靴ひもの締め方もそうなんですけど、結局当日の朝にこう締め方とかこう言っても、なかなか
周りでちょっとこう紐締めようって言ってもみんな知らん顔してて、で緩いとか言ったらえとか言って、で締め直しても周りの生徒たちは別に人ごとのようにこうしていたりとかするので、それを140人朝紐を締めて回るっていうことが時間的にできないもんで、その前に紐の締め方とかもちょっとトレーニングをさせてもらいたいということで、次また来年もサポートの要請があればそういうこともやりたいなということで、考えはまあいろいろこうテーマというか僕の中での課題っていうものがいろいろできたので、でまたサポート隊も、いろんな緊急時に備えたトレーニングっていうのもこれからしていかなきゃいけないなということも感じたので、バックカントリーマウンテンクラブとしてそういった中学校登山、まあ、社会貢献と僕はもう位置づけてるんですけど、社会貢献をしていくこともやりながら自分たちも楽しんでいくクラブということで、そういったトレーニングっていうのもこれからクラブとしてもやっていきたいなということで、ただ今5人しかクラブ員っていうのがいなくて、一応クラブ員に募集はしてるんですけども、クラブに入っていただく条件としては一応マウンテンスクール、一応今やっている登山教室の方の基礎講座っていうのを受けていただいた方限定なので、そうか受けていただいている途中の方限定ということで、その中からもう一歩踏み込んだ活動っていうものをしたいなという方はそちらのクラブ活動の方にも参加していただけるということで、一応募集はしてるんですけど、今のところ5人ということで、まあ人数的には少ない、クラブなので活動の幅はそれほど広くはないんですけども、徐々にまあ、前回のクラブ活動をしてきた中で、やっぱりこう参加したいっていう人は、まあ、徐々に増えていくんじゃないかなという感じで考えています。で、バックカントリーと、バックカントリー穂高というか、というかバックカントリーマウンテンクラブ、まあ、僕個人としても、これからもですね、この学校登山、子供たちの安全、その安全管理にもそうなんですけども、やはりこう山登れる人がボランティアで、こうサポートをするっていう、多分僕たちが学生だった頃も地域の大人たちのサポートを受けて、生きてきたというか、育ってきたので、そろそろ僕もそういう年かなと、そういうところでちゃんとこう返していかなきゃいけない年かなということも感じて、これからはこう、まあ、その要望がなきゃ何もできないんですけども、要請があれば僕たちの得意なところ、まあ、学校登山だったりとか、まあ、北アルプスを登るっていう登山でのサポートというのはぜひ積極的にサポートしていければなと考えていますので、またこれをご覧いただいているクラブ生スクールに参加されている方、今総勢100名ぐらいいらっしゃるんですけども、その中でこういった活動にも参加したいと、でトレーニングにも参加したい、で一応それだけじゃなくて他にも登山活動をしていきたいと思いますので、親睦会とかミーティングとかいろんなことはしていきたいなと思いますので、そういう楽しい活動に参加されたいという方は、お店の方で、一応受付をしていますので、で一応参加はですね、入会金っていうのを1万円で、年会費っていうのはなしでやっています。で参加される、何かこうイベントに参加されるとき、活動に参加されるときは、その都度参加費っていうのを徴収しますので、それはその参加される内容によって変わるんですけども、まあ1000円だとか1500円だとか3000円だとか、その時によって変わるんですけど、でそれをその参加費を、クラブの運営費として当てていきたいなと考えていますので、だから一度入会されればあと年会費とかそういうのは一切かからないということ で参加したい、参加するっていう時に必要な参加費っていうのを設定していこうかなと思っていますので、そんな感じなので、まあ、煩わしいような、なんか役割が回ってくるとかそういうこともおそらくないと思いますので、一応事務局は、うちのお店の中でスタッフがやります。今のところは僕しかいないんで僕がやりますけども、会計だとかそういう煩わしいことは僕がやりますので、連絡事項とか、ぜひ多くの方に参加していただきたいなと思います。でもしもその参加されている中でちょっとこう事務局的なことをやってもいいよという方がいらっしゃれば、それはもちろんお願いしたいなということなんですけど、無理に何か役割が回ってくるとかそういう煩わしいことはないようにやっていくということで、一応バックカントリーマウンテンクラブ
を立ち上げていますので、もし、スクールに参加されている方で参加される方は、ぜひともですね早めにエントリーしてもらいたいなと思います。で、これからその来年再来年いろんなこう活動を考えていく中で必要だなと思われるそのトレーニングっていうのも、企画して開催はしていきたいなと思います。そんな感じで、まあ、バックカントリーマウンテンクラブというかバックカントリーホタカでもそうなんですが、まあ、これからは僕たちにできることで地域貢献というか学校登山とかのサポート的なところは積極的に、依頼していただければ協力体制っていうのを作っていきたいなと僕は思っています。まあ、登山ということで僕の思いとしてはやっぱ子どもたちが安全にその学校登山っていうものでまず安全にですよね、安全にこう学校登山っていうものが、開催されていくというものをサポートすると。でその中で子どもたちがどうせ登るんだったらいい思い出にしてもらいたいと、登山がいい思い出にしてもらいたいということで、サポートしていきたいなと思います。また先生じゃない大人たちがこう入ることで子どもたちも結構こうなんかこう新鮮な感じでいろんなものをこう吸収する能力っていうのもこう、芽生えたりとかすることもあったりするんじゃないかなとかいう感じも今回の学校登山でも見受けたんで、まあそんな感じでいいことはしていきたいなと思っていますので、またそのクラブに、スクールの方でクラブに入るっていう方がいらっしゃったらできれば参加積極的に参加してもらいたいなと思いますのでお待ちしてます。バックカントリー裸でした。